ミラクラ補習室ラジオ、今回の補習テーマはこちら。村野さやかちゃんの魅力を掘り下げよう。頑張るぞ。乙宗梢女学院スクールアイドルクラブ大沢レミ役くんくんことくんかなです。藤島めぐみ役こなちこと月音こなです。私たちのテンションはここからここまでミラクラパークです。よろしくお願いします。ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブ、それは限りある時間の中で精一杯花咲こうともがく少女たちのストーリー。この番組はそんな乙宗梢女学院スクールアイドルクラブのことをさらにたくさんの人に知ってもらえるように、私たちミラクラパークが皆さんと一緒にさまざまな補習、まあ私たちミラクラ今いけそうだったのに私たちミラクラパークが皆さんと一緒にさまざまな補習授業にチャレンジし、レベルアップを目指していくスクールアイドルウェブラジオです。はーい、パンチ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 、うまくできた。まあいいや、ちょっと後で笑ってたりは後で話すとしてまずは9月28日に開催させていただきました103曲9月のフェスライブに参加してくださった皆さん、ありがとうございました。アプリ内でアーカイブも見られるので、ぜひもう何度でも何度でもたくさん見ていただきたいなと思います。お願いします。そして感想のメールなどはね、補習室ラジオにぜひぜひたくさん送っていただければなと思います。そして今回の補習室ラジオのテーマは村野さやかちゃんの魅力を掘り下げようということで、この後今日は村野さやか役のなすちゃんこと野中心奈ちゃんと一緒にいっぱいその魅力を掘り下げていきたいと思います。ちょっともう早速いっちゃいますか。もうやば行こう。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。カンカンこなちのミラクラ補習室ラジオ、配信開始。ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブ、カンカンこなちのミラクラ補習室ラジオ。それでは早速本日のゲストを補習室にお招きしましょうコンコンどうぞガラガラガラお邪魔しますはい、蓮の空のこと好き好きクラブの皆さんこんにちは、村野さやか役那須こと野中心奈ですよろしくお願いします。お願いします。どうぞいらっしゃい。はい、よろしくお願いします。ちょっとさなんか私たち最初そのミラクラ補習室ラジオ今回のテーマこちらとか、まあいろいろさ2人で喋るじゃん。最初から始まった瞬間が声は出してないけど無音でめっちゃみたいな感じで笑ってて目の前でもう本当にやめてくれない。申し訳ない申し訳ない。どうしたの、なんで笑ってたの、どうしたの。多分空気感だろうね。笑っちゃいけないとこで笑いたくなっちゃう。今回のちょっとラジオでね頑張っていこうかなと思う。そこはちゃんと言うときはね言うっていう。なんかコンコンも変だったし、ね、いやコンコンの前にねあのさ見てて見えた見えた視界の端から、そう手上げ始めた、手がニュって出てきたもんはいって言ってコンコンアイブって必要ですか別にこっちが出しても意味ないからテレビだもん。ということでね、早速ねいつメールを紹介したいと思うんですが、ラジオネーム抹茶さんからいただきました。ありがとうございます。カンカンこなちなすちゃんこみらぱーミラクラ補習室ラジオについになすちゃんがめちゃくちゃ嬉しい。なすちゃんは最初はおしとやかなキャラだったそうですが、今のなすちゃんが出来上がるまでどんな過程があったのでしょうか。お互いの第一印象とかを聞きたいですとのことなんですが。待ってよ、おしとやかなキャラって別に自称でしょそれ。いやおしとやかなんだよ。本当に？本当に。なんか、顔合わせの時に、大和なでしこが来たのかと思って。本当に本当に、もう静かだった。なんか、しかも笑わなかった、こんなに。そう、なんか、本当。我慢してた。そう、本当になんか、演じ切ってた。演じ切った。誰をだ。なんかもう、なんだろう、自分の理想。何かを多分演じてたのと思う。今を思うとね、最初はだから本当にもうなんかクールで、だからなんだろうな、優等生みたいな。そうそう、自分で言うなよだから。なんかさ、よく聞くよね、そういう感じで行きたかったみたいな。そう、でもなんか優等生ではあるっちゃあるんだよな、なしちゃんって。なんか難しいんだけど、しっかりはしてるんだけど、そこのなんか根元は変わってないんだけど、表側っていうか何なんだろう、その何なんだろうね。なんか変だね。そう、君たちに出会ったからだよ。いや、どうだろうね。いや、まあだからことこちゃん側のなんかもうしっかりしたもうザ、なんか最年少だけお姉さん系なのかなって最初は思ってたのよ。そう、違ったけど。今でも頼りにはすごくなるし。なるよ。すごいなんだよ。すごいなんだよ。逆にどう？第一印象。でも、かんちゃんは、いや、もう、この子にお話を任せてたらみんないいだろうなみたいな。みんないいだろうな。やっぱり初めて会った時ってみんなこうあまりね会話ができないというか、ちょっと緊張しちゃったりとか、ちょっと多分ドキドキしてるメンバーとかキャストも多かったんだけど、かんちゃんがもう入ってきた時になんか私がカンカンナですみたいな。やなんか私だみたいな。でそれでなんか話が止まった時にみんなかんちゃんの目を見て、なんか話したいことありますみたいな。そしたらなんかどんなに小さいことでも話してくれる。だからさすが、さすがだった本当に。ありがとう。いや嬉しい。でも上がり症なだけなんだけどね。その上がっちゃうタイプなのよ。逆に喋っちゃう。逆に喋りたくなったりとか、そのなんだろう、黙ってると。気になっちゃう。気になっちゃう。だから隣にいたことこちゃんがずっとなんか話しました。そう。ずっと聞いてくれてね。そう。でなんか独特な空気感だったよね、最初の方は。本当に。コナチはね、もともとねちょっと知ってて、あ、ごめんちょっと大丈夫。そう。で、なんか実際どういう子なんだろう。って思って、初めて会った時にのんちゃんも多分言ったと思うんだけど、髪色が金髪。そうだね。で、あ、私の好きなタイプだって思ったの。ああ、好きなんだ。そうなの。私なんか結構イエーイって感じの子が好き。なんか気軽に喋ってくれる子が好きで、で初めて出会った時から思ってたんだけど、人との距離感がすごく上手だなって思って、なんかみんなと同じとかもうそうなんだけど、その人それぞれに合った距離感で接してくれる、うまいなって思う。今でも感じる。よかった。これがカンカンナだみたいに言われなくてよかった。なんでそれ悪いみたいな。でも確かにね、あるね、それは。すごいよかった、それなら。今も髪色可愛いしね。可愛い。なしちゃんの好きな髪色。可愛い。あ、そうだね、そうだね。いつもいいんだよ。いつもいいんだよ。そう。なんでもマシでいい。うん、よりいいね。ああ、よし。よかったです。よかったです。ありがとう。あ、そう、なすちゃんね。さっき言ってたね。そう、このラジオを聞いて、なんか自分のラジオの価値観が変わったらしい。価値観。そう。いい意味で変わりました。あら、いやだもう。そうね、理由はね、やっぱラジオってこう夜にさ、こう寝る前にこう落ち着いた気持ちでなんかどうも皆さんみたいな感じでこうゆっくり始まる。こんばんは。そう、こんばんはみたいな感じかなと思って、お、ミラクラパークラジオ始めるんだ。第1回聞いてみようって思ったら、カンカン。どうですの？もう元気が伝わってきて。そこでラジオってこんな楽しんでていいんだって思って、いい意味で価値観がガラって変わったよ。まあ確かにそっか。あでもそれ初期の頃も話してたよね。何回かこなちがその先輩方のラジオを聞いたんですけど、私たちこれで大丈夫ですかっていう、そうなんだ、3回ぐらいしてて聞いたよね、何回も。そうそうそう。それでまあ大丈夫ですって言われたから、続けてるけどね。いや嬉しいね、そういうことやるとね。好きだな。やったね。ありがとう。ありがとう。ということで今回はなすちゃんと3人で楽しくお届けしていきたいと思います。それでは早速、なすちゃんが担当している村野さやかちゃんの魅力を掘り下げるためにこちらのコーナーにチャレンジしていただきましょう。せーの、ドドドメンバー紹介。ミラクラパークの楽曲ドドドのリズムに乗せながらごめんいやなんかカンチが「うっ」って言ってる聞こえてきちゃう。ごめんなさい。「おー」ってやった方がいいだからごめんね、詰まっちゃったね。気になっちゃったよね。ごめんね。はい、ミラクラパークの楽曲「ドドド」のリズムに乗せながら Q&A 形式でさやかちゃんのことやさやかちゃんが所属しているドルケストラの紹介をしてもらいたいと思います。知ってる？これ知ってる。おもう企画ですよ、恒例企画。あ、嬉しい。練習したんでしょ？そう、家でね練習してたのいっぱいなんだけどね、これってさ、この時間内にさ、もう思い切り詰めるのが大事じゃん。うんうん。なんか練習するんだけど毎回あ、英語とか言ったら時間がさって言ってるしちゃう。本当にうまくいったことがないっていう。ああ、なるほど。さあ、うまくいくのかな今日は。うまくいくかな。早速やっちゃう？やっちゃうか。はい。じゃあいいですか？はい。それではミュージックスタート。質問、村野さやかちゃんってどんな子ですか？おにゃりゃ、おにゃりゃ。はい、すごく可愛らしくて愛らしくて、私の子です。しかもって言ってたしね。って言ってたしも。あっそう。待って、振り返る。すごく可愛らしく愛らしく私の子。なるほど。あれいや想像となんか違ったの。なんて言いたかったの？今いいよ補足して。本当言いたかったのはすごくしっかりしてて、まあ最初から全然違うんだけど。確かに。すごくしっかりしててギャップのある心優しい私の子。私の子はそうだったの。てかなんかさ、どっちも入ってなくない？可愛らしく愛らしく。練習したんだよね。練習した。あれじゃ一応だ、いやいいんだいいんだ。そうなんか練習したんだけど、まあ練習の時もまさっきって言ったじゃん。最後に私の子っていうのはめっちゃ考えてた。ああ思い出した。あちゃだな。まあまあ。うん、大丈夫だよ。切り替えていこう。いやでもこっちが言う方ね、それね、そういうのは。でもまあ、はい、そうね、ギャップっていうのは何でしょうかね。ですね、お話しさせていただこうかな。ちょっとこれさ、ちょっとポイントが結構関わってくるんだもんね。そうだよ、そうだわ。ちゃんと喋ってよ。じゃあ理由で挽回する。あ、オッケー。ギャップっていうのは、まあそのさやかちゃんは妹で、もともと妹で、まあ妹と言ったらさ、ちょっとこう甘える感じとかさ、逆になんだろう、頼ってもらう存在じゃなくて頼る側の子だけど、さやかちゃんはすごくしっかり者で、結構スクールアイドルクラブ内でも結構頼られる存在だから、そこのギャップだったりパフォーマンス中のなんだろう、歌もそうなんだけどダンスとかもそうなんだけど、なんか真剣に聞いてくれるんだね。なんかフィギュアスケートやってるから滑らかな動きかなって思いつつ、すごくキリッキリっとした動きだったり、そういうところにギャップがあるんじゃないかなと思っております。言われてみればそうだね。ギャップある。何？ちょっと何？ちょっと笑っちゃう。かんちゃんが真面目に話聞いてる。なんでだよ。かほちゃんの時もめっちゃ聞いてた。聞いてた、確かに。ちょっと今空気感がおかしいぞ。じゃあ二人はさやかちゃんへどんな印象ある？でも確かに妹妹っていうよりむしろ長女っぽいよね。すごい世話焼きだし、なんかそれが苦じゃない感じがしてる。好きそうだよね。好きで自分からね。でも最近思うのがさ、かほちゃんがお姉ちゃんじゃん、実は。で、さやかちゃんが妹なのよ。で、なんかかほさやを見てるとたまにかほちゃんがお姉ちゃん味があるシーンがない？わかるわかるわかる。え、わかる？めっちゃたまにね、めっちゃたまに出てきて、そういうシーンでなんかその2人のちょっと素、なんか家族といる時の素が出てる感じが見えて、うちそのシーンが好きなんだよね。結構いいよね。ですありがとう。いや、すごい好き。でもさやかちゃんうちね、ビジュアル好きなの。可愛いよね。ビジュが好き。いいよね。可愛いよね。可愛いよね。なんだでもカーディガンもなんかさやかちゃんっぽいんだよな、本当に。すごいよね。うちそのさ、フェスライブの時のあのハーフアップみたいな。あれも良かった。しかもつづり先輩めっちゃ可愛い。あれやばいよね。さすがめぐちゃんズプロデュース。本当に。そう。本当に。本当にありがたいです。ね。あれ可愛かった。優勝だね。ドルキ本当。ドルキ優勝今月。本当？キラキラパークもリボンとね。そう。髪型可愛かった。あれ可愛かったね。すごいね。あれをよく引き伸ばしたね。いや本当すごい。ちょっと。何？それ嘘だね。本当にそう。やばいね。そう。なんだよ。なんか叩いてくる。トントンしてくる。なすちゃんとさ、なんか似てる部分あるか、でも結構似てるよね。似てる。さやかちゃんと似てるよね。似てる。性格はね違うんだけどね。そう。なんか何かが合ってるんだよね。そうの。でもそのやっぱさっきも言ったみたいに、ダンスとかさ歌とかさ全部さ聞くとさ、全部なんか教えてくれたりとかさ、その真面目な部分とかさ、初お披露目で言ってたトゥードゥーリストとかやってるとかも、やっぱなんかその根本が似てるのかなって思うけどね。なんかさやかちゃんとなすちゃんがこう近くにいたらなんか本当にタイプは違うけど、めちゃくちゃ仲良くなれそうじゃない？わかるわ。なんかそういう似てるって感じがする。確かに。あ、難しい言うのがね。めっちゃわかるわ。なんか自分でもね、考え方とか答えの導き方は似てるから、友達とかになったら馬が合うと思うね。ぽいね。じゃあね、そんなねさやかちゃんの紹介したところでね、続いてはねさやかちゃんが所属するユニットのドルキストラの紹介をお願いしたいなと思います。準備はよき一発。これどのぐらいできるの？じゃないの？間違えた。みんな一発だけど。みんな一発だけど。ありがとう、一発で。一発でいくよ。一発でいこう。頑張ろう。それじゃあミュージックスタート。質問、ドルキストラってどんなユニットですか？おりゃとりゃりゃ。はい、お互いないものを補い合う。ちょっと。もうねー。なんて言いたかったの？補い合う。補い合う。追いかけ合うユニットです。ああ、なるほどね。なんかね、好きなんだけどさ、ひらがな的にはちょっと苦手になりそう。ああ、間違えちゃったから。ああ、そこで合うをね。でも。あ、でもね、分かる、言ってることは本当に分かる。そう。はい。だ今日さ、笑いすぎてお腹痛くなる感じだよ。でもミラクラパークの思いもね、詰めて今言ったんだけどね。え、どういうこと？ポイント。ありがとう。お互いないものっていうのは、例えばそのやっぱりつづり先輩っていうと、日頃のその起きる寝るとか、食べる食べないというか生活習慣だったりとか、お互いの苦手な分野、つづり先輩のこの言葉を発するとか、そのさやかちゃんのまあ、人前で自分のなんだろう表現としてね、うん、自分の表現をありのまま出すとか、もともと苦手だったものをお互いが出会って、うん、こう補い合ってずっと支え合ってるっていうのが今も続いてるのが素敵だなっていうのと、うん、あと追いかけ合うっていうのは物理的にすずり先輩がさやかちゃんの後ろをこう追っかけてきたりとか、だけどさやかちゃんは心の面であの人に近づきたいなっていう意味ですずり先輩を追っかけてるっていうのがうまいなって思う。なるほどね。そう、はあ、そういうことか。確かに、いいやん。なんか深いわ。いいね、うん、なんかさ、うん、あのさドルケストラならではのさ空気感あるよね。本当になんだろう、そのドルケストラって先輩後輩ではあるんだけど、たまに逆って言いますか、なんだろう、つづり先輩が、うん、なんかさわざとさ呼んでるシーンとかもあるじゃん。あるね、さや先輩みたいな、つづりちゃんっていうね。あ、そうそうそう、うん、なんかあれいいよね。可愛いよ本当に、うん、なんか意外とさやかちゃん乗ってくるよね、そういういやね、思った。案外で乗るんだね本当に、うん、いや可愛いね。曲も良くない？ドルケストラ。曲いい。いいよね。かっこいいね。かっこいいよね、本当。かっこいいのをさ今までやってきたけどさ、うん、最近スリーズブーケとドルケストラちょっとさなんていうの系統チェンジみたいな感じでさ、うん、変わった、うん、またかっこいいし難しいんだけど、ちょっとなんかもったりしてたのが爽やかになったっていうか。わかるわかるわかる、うん、それもすっごいいいなって思う。疾走感みたいな感じあるよね、うん、キラ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 ーみたいな感じがねあるよね。いやいいね。いやでもドルケストラごめん忘れちゃった。嘘でしょ。ドルケストラなっせちゃんが言ってた言葉がなんかグッとくるところがあったんだけど、どこだろう、追いかけ合う、補い合う、うん、補い合う、支え合う、うん、よかったね。あっさ。ありがとう。今さなんかさ、なっせちゃんでさ笑いすぎてさ、なんか疲れてきちゃった。なんか今日テンション高いって言ってたもんね。今日めっちゃテンション高い日で、うちだから初日から最初からもうコネチが疲れちゃう。最初からもうマックスだったのよ。だから楽しすぎて笑いすぎて、ちょっともう話したいこともありすぎて、ドルケのパフォーマンスをさするときにさ意識してるところありますか？そうですね、まあドルケストラのパフォーマンスは全体的にこう、まあアシンメトリーで動く振りが多くて、かっこいいね。そう、片方ずつ踊ってももちろんかっこいいんだけど、2人が揃うと空気感がこう右左右対称にしたいしね。そうこう空気感がね、こう2つに分かれるような、ごめんなさい話してるんですけど、向こう側で一生懸命水をあけてる感じ。音出さないよりめっちゃ空気感が、なるほどね。そうそれでまあなんか空気感とか、まあその前後の、私もちょっと見ながら言いましたね。だから隠してんの。ごめんね、続き話してください。そうですね。だからその前後のユニットと結構ガラッとイメージを変えるため、空気感を変えるためっていうのはことこちゃんとよく話しながらパフォーマンスをしてます。はい、話し合ってんだ。めっちゃ話し合うわね。でもリハーサルの時とかもね、よく2人でね一緒に合わせたりしてるんですね。ずっともうギリギリまでやってるから、すごいよね。すごい本当。嬉しい。あ、ということで。揺らしてた。ごめん。ということで、なっせちゃん、さやかちゃんの紹介ありがとうございました。以上、ドドドメンバー紹介でした。はい、それではここでね一曲お届けしましょう。今回お届けする楽曲は、はい、蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストアルバム夏めきペインよりドルケストラでパラレルダンサーです。これはなんだ？これどんな曲ですか？この曲はですね、まあやっぱり今までのドルケストラとはまたちょっと違った曲調で、まあ聴く人によって結構解釈も変わってくる楽曲なんじゃないかなと思って、神秘的で、まあ惑星とかの歌詞も入ってるから宇宙っぽさもあるよって人もいるし、なんかお互いの歌詞の中にね結構なんだろう、もういいじゃんって割り切ってる歌詞が多くて、なんかお互いが自分の気持ちをもうなんだろう諦めるとかの意味じゃなくて、もう前に進もうみたいな気持ちもこもってる歌詞だから、まあそういういろんな解釈のできるおしゃれな楽曲じゃないかなと思っております。じゃあ改めて曲紹介をお願いします。それではお聴きください。ドルケストラでパラレルダンサー。惑星に囲まれた街は星屑が彩るまでの踊り明かしたい。時間を気にせずステップステップ進め。めっちゃおしゃれな曲ね。可愛い。しかもなんか確かにキラキラって感じ。なんかさ、最近の言葉を使うとちょっとなんかチルっぽいって言いたくなる。なんかすごいなんか夜中とかにやっぱ流したくなるわ。なんかちょっとドライブとかしちゃう。なんかキャンドルとかを焚いてたい。なんか焚いて、なんかベランダとか、うちのイメージはベランダとかでキャンドル焚いて、なんかベランダ座りながら、ちょっと今の時期ってちょうどさ夜さ涼しいじゃん最近ね。そう、そこでなんかちょっと聞いてたい。わかるよ。なんか浸りながら、そう浸りたい感じだね。あ、なんかさ歌う時に意識したところとかある？そうだね、今回はこう跳ねる感じに歌った。今までドルケストラってちょっとこうまあ夜同じ夜だけどちょっと暗い感じの夜だったから、ちょっとなんか吐息混じりとか、逆にちょっとなんかあれだよ、憧れもとかもそうじゃん、憧れもこういう部分も入れたりとかしたけど、今回は単純にそうパキッと跳ねるちょっとポップな感じ、ダンサーだからちょっとリズム感がいいかなって思って。そういう感じに歌ったかな。すごい、めっちゃいいね。かわいい。歌いやすかった？難しかった？でも好きだったからこの曲が。うん、楽しかった。よかったね。よかったね。ということでお聴きいただきましたのはドルケストラでパラレルダンサーでした。女学院スクールアイドルクラブ、カンカンこなちのミラクラ補習室ラジオ。続いて皆さんから届いたメールをご紹介する蓮の空女学院投書箱のコーナー。投書箱ー言えたね。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速ご紹介していきましょう。はい、ラジオネームとろすけさんからいただきました。ありがとうございます。さやかちゃんは幼い頃からフィギュアスケートをやっていたということで、パフォーマンスするときになんとなくクールで優雅な雰囲気が出てるように感じることがあります。実際にストーリー第6話の時にスケートリンクの上からつづり先輩に訴えかけるシーンでは、魂のこもった熱い言葉とフィギュアスケートの衣装がめちゃくちゃ似合っていて二重で感動しました。ありがとうございます。はい、そしてラジオネーム紫のいたちさん、ありがとうございます。さやかちゃんというとリンクラストーリー第8話で小杉先輩とつづり先輩の間にちょっと亀裂が入りそうになった時に、さやかちゃんとかほちゃんでいろいろと動いてくれたシーンが印象的でした。さやかちゃんって見た目は可愛いのに、いざという時の行動力とか覚悟みたいなものがすごくかっこいいですよね。皆さんはさやかちゃん関連のシーンで特に印象に残っているところはありますか、ということでありがとうございます。ありがとうございます。これどうする、誰から。いやいや、やっぱなっちゃんの話が聞きたいな、はい。では話させていただきます、はい、そうですね、まあ、とろすけさんがこうおっしゃってくださった、うんうん、まず第6話とかは、まあなんて言うんだろう、スケートリンクの上から、まあ、夕霧綴りというか、まあ、自分の思いとかね、覚悟を、まあ、叫んでるというか、まあ、マイクを通してなんだけど心の思いを叫んでるシーンがあって、でもそこに行くまでもいろいろ自分の中で今までやってきたことが無駄になってしまうんじゃないかとか、もうこれから頑張っていくのに意味はあるのかとか、自分の中ですごくきっとさやかちゃん自身迷っていたんだけど、私の中ではね、その綴り先輩が、まあ、さやかちゃんをこう探してくれてて、でもそんな中で雨が降ってかほちゃんが傘を差してくれるの、ベンチで。その時のかほちゃんの言葉が昔かほちゃんにさやかちゃんが言ったセリフのちょっと言い回しになってて、なんかすごくね、もちろんドルケストラがこう完成と言いますか、一つまた完成する回なんだけど、やっぱりドルケストラ以外の梢先輩とかかほちゃんの支えもあるんだなって思えるシーンだったから、すごく好きだったかな。いや、いいね、いい話聞けたね、ねうちめっちゃなんかさやかの可愛いシーン話そうと思っちゃった。じゃあ聞きたい、それ。うちは、結構あるんだけど、なんかそのさやかちゃんとね、が意外と枕投げに乗ってるシーンとかもめっちゃ好きなの。あと、その後のなんか瑠璃ちゃんのめぐちゃんの相談に乗ってるところとか、こういうこともあるらしいですみたいな。でなんかそれで思い出したんだけど、なんか那須ちゃんがそのアフレコ前に言ってたのが、その瑠璃ちゃんとさやかちゃんの関係性って、その結構その実は瑠璃ちゃんのその奥底の充電切れみたいな部分も実は分かってるっぽいんだよねみたいな話を聞いたの、さやかちゃんは。でだからその瑠璃ちゃん登場会でさやかちゃんがなんかそれじゃあ瑠璃乃さんが下手っちゃうよねみたいな、なんかそういうなんか分かり合ってるシーンとかがさやかちゃんならではのなんか良さが出てるなって思って、よく見てるね。そう、よく見てるなって思って、それを思い出した。めっちゃ。じゃあちょっとここでさ、ごめんなさい、2人とのさやかちゃんの関係性を改めて言おうかなと思って、2人に。さやかちゃんとメンバーのね、まず瑠璃乃ちゃんはね、瑠璃乃ちゃんのその人との距離感とか壁とか、さやかちゃんももともと人との距離感とか壁をちょっと作ってた子だから、気持ちがわかるから寄り添えるっていうのがあって、そうだから気持ちもわかるっていうのがあって、でめぐみ先輩はね、ちょっとやっぱりこう初めからめぐみ先輩呼びだったり、なんかもう瑠璃乃さんにみたいな感じだけど、一番努力してるのを知ってるし、そのあ、この人が1年間このちょっと休止してたから、すすり先輩と乙宗先輩ってこんな風になってたんだろうなって分かるくらいの距離感の詰め方とかをすごく尊敬してるんだよ。あ、そうなんだ、っていうのを今思い出した。思い出した。私も思い出した。結構前に話してくれて、なつちゃんが、あ、そんな気持ちがあったんだ、せいがちゃんにと思って。それをなんか聞くと、あのシーンはね、いいなって思いましたね。じゃあ最後、こなちはどうですか？うちもやっぱさやかちゃんが意外と乗ってくるところが、ね、もちろんストーリーいろんなところいいところあるけど、そのさ、そんな感じだったら小杖みたいにさ、ちょっとツンケンしてさ乗ってこないと思うやん。意外とやっぱなんて言うんだろう、綴先輩がやりたいんじゃないかみたいな気持ちがそういうところに出てんのかなって、なんかちょっとみんなでやっぱなんか盛り上がるっていうか、みんなとの空気感が多分好き、綴先輩だから、なんかなんて言うんだろう、難しい。いやでも伝わるよ。わかる。いいよね。本当にさやかちゃんいいよね、うん、あと意外とめぐちゃんに当たり強いとことか好きだよ。あ、かわいい1年生組のね。そう、かわいいよね。ちょっと舐めちゃってるというか、唯一だよ。だってめぐちゃんにしかやんない。そう、無事舐められると思わなかったもん、あのさやかちゃんに。あと今までね、さやかちゃんのストーリー的には名字呼びから始まって、先輩は名前が変わるんだけど、初めて会った時からめぐみ先輩なの。本当だ。でもそれももちろんさやかちゃんとかかほちゃんの気持ちもあると思うけど、あのめぐみ先輩のまあ距離感とか空気感のおかげなんだろうなって思う。すごいね。ということでね、なんかね、私たち那須ちゃんと喋りすぎてるみたいで、もうあのお時間がないらしく、もうメールおしまい。おしまいです。皆さん、次週もいるから、その時に紹介できたらと思います。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。ラブライブ、蓮の空女学院スクールアイドルクラブ、カンカン、こなちのミラクラ補習室ラジオ。空女学院スクールアイドルクラブからのお知らせです。まずはリンクラ情報です。改めてとなりますが、9月28日に開催させていただきました103期9月のフェスライブに参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回は、アイデンティティ、素顔のピクセル、テイクイットオーバーが初披露の曲となっております。よかったね。めっちゃいいよね。うち今回のこのフェスライブ、過去一のなんかちょっと好きな曲が詰まってる。神セトリだと私は思います。だよね。めっちゃいいよね。最高。この3曲もいいし、衣装も良かったし、ヘアアレンジも全部良かった。わかる。最高。最高。最高だよね。見てない人にね。ぜひ見てほしいね。見てほしいです。こちらはアプリ内でアーカイブが見られます。ぜひ何度でも見てくださいね。見てください。お願いします。そして現在ゲーム内ガチャオータムリミテッドコレクションボリューム3が配信中となっております。こちらね、イラストが届いておるんですが、可愛い。可愛いね。欲しいね。でもさ、結構今回ルリメグ好きかもしれない私。だからね、一緒にさ作ってたりさ、衣装に使うもの。これリリちゃんの方の携帯をね、何いじってんだろうっていうのはボイスを聞けばいろいろわかるので、聞いていただきたいなって思いまして。ゲットしなきゃね。そう、ゲットしていただきたいですね。でも3Sブーケもこれ多分あれだよね、あの茶屋街だよね。すごい素敵ね。ちょっとね、なんかお揃いっぽい、なんだろう、合わせてる感じ。ちょっと合わせた感じ。ちょっと合わせた感じするよね。可愛い。皆さんぜひゲットしてみてください。お願いします。また本日よりメンバーシップがスタートいたします。毎日80シスカがもらえたり、デイリークエストの挑戦回数が2倍になったり、さらに一定期間継続すると該当ユニットのセレクトチケットをゲットできたりと、すごくすごくお得ですので、皆さんぜひチェックを忘れなくお願いします。もう始まってんのかね。あ、どうなんだろうね。でもこれ私最近結構リンクラを頑張ってて。だね、そう、那須ちゃんに聞いたりとか、ずっと聞いてたんだけど、だいぶ理解し始めて、これを聞くとめっちゃいいね。このメンバーシップデイリーが2倍はすごいっていうのを最近知った。すごいね。3回しかできないの。そう、6回なんだもん。6回なんだ。めっちゃできんじゃん。すごいよね、これ。皆さんね、誰入んの？誰入んの？どこ入んの？まあでもどこも全部入れんだって。本当だよ。一番ね、それがいいんだけど。そうそうそう、2400シスコかな、240シスコかな、あ、もらえるのか。あ、そういうこと。そうそう、すごいね。なのでね、皆さんメンバーシップの詳細はアプリの方でご確認ください。お願いします。続いて CD 情報です。11月15日はスリーズブーケサードシングル、11月22日にはドルケストラサードシングル、そして11月29日にはミラクラパークのファーストシングルをリリースさせていただきます。それぞれ新規楽曲が3曲ずつ収録されておりますのでお楽しみに。そして2024年1月17日に蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストシングルがリリースされます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんなね内容になるのか、ね、まだ全く私たちもわかんないね。むしろ今知ったみたいなね、ワクワクだね。それでは皆様もお楽しみに。続いてライブ情報です。はい、10月21日より「ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストライブツアーランキャンファン」を福岡、東京、愛知の3都市で開催させていただきます。現在福岡公演の一般申し込みを受付中となっております。申し込み期限は本日10月1日日曜日23時59分までですのでお忘れなくお願いします。さらに東京公演は蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストアルバム「夏めきペイン」に最速先行抽選申し込み券が封入されております。そして愛知公演はアプリ「リンクライクラブライブ」にて先行抽選を受け付けています。詳しくは蓮の空公式サイトおよびリンクラ内のお知らせをご確認ください。お願いします。そして2024年3月9日10日に K アリーナ横浜にて「ラブライブシリーズプレゼンツユニット甲子園2024」の開催が発表されました。イエーイ。こちらは蓮の空女学院スクールアイドルクラブも出演させていただきます。ユニットだってどうなるんだろうね。私たちはさユニットが普通じゃん。そうだね。楽しみね。ちょっとワクワクするね。はい、頑張らせていただきます。はい、こちら蓮の空女学院スクールアイドルクラブの最速先行抽選申し込み券は1月17日に発売させていただきます。蓮の空女学院スクールアイドルクラブファーストシングルの初回生産分に封入されておりますのでぜひチェックしてみてください。その他の詳細はイベント特設ページをご確認ください。以上お知らせでした。さてお届けしてまいりましたカンカンこなちのミラクラ補習室ラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。さて本日の放送はなすちゃんいかがでしたか？楽しかった。ずっと来たかったから嬉しい。よかった。よかった。ここでね、なんと次回の補習室ラジオのお知らせなんですが、次回10月8日配信予定の補習室ラジオ第5回放送も引き続き村のさやか役の野中ここなちゃんと一緒にお届けします。やったー。そしてさらにその次10月15日配信予定の補習室ラジオ第6回放送は乙宗梢役ういちゃんこと花宮にいなちゃんが補習を受けに来てくれます。ういちゃんへのねメールもね、はい、たくさんお待ちしております。いや準レギュラーがね自称ね、そう自称ね、まさかのねうい様が言うと思わなかったね。ちゃんとね認知してたね自分でも。本当ありがたいね。楽しみだね。じゃあうい様意気込みとかありますか？お願いします。そうね、やっぱミラクルパークのこいつミラクルパークの2人と一緒にラジオができることがとても嬉しく思っているわ。まあ皆さんからね皆さんよろしくお願いいたします。以上、あなたも3人目のあなたもうい様あなたも意気込みそうね。まあ頑張るわ。はい、ということでメールたくさん待ってます。それでは最後に本日の補習テーマ「村のさやかちゃんの魅力を掘り下げよう」をクリアできたか判定してもらいましょう。こちらのテーマをクリアできたと判定されるとレベルアップポイントを1ポイント獲得、累計で10ポイント貯めることができるとなんとミラクラパークの新曲をリンクラに実装してもらうことができます。現在のレベルアップポイントは3ポイント。それでは本日の判定をお願いします。でもたくさんお話ししてもらったもん。そうだね、深掘りはしたかも。うん、ありがとう。助かった。レベルアップポイント獲得です。やだー。いや、よかったよかったよかった。ちょっと次回も頼んだよ。次回もちょっと頑張らせていただきたいと思います。ありがとう、ありがとう。次週も来てね。来させていただきます。はい、お願いします。みんなで言ったのかな。見に来てねってことかな。なっちゃんに言ったのか。はい、ということで今回のカンカンこなちのミラクラ補修室ラジオはここまで。お相手は大沢瑠璃の役カンカンだと藤島めぐみ役月猫など村野さやか役野中ここなでした。次回もレベルアップを目指して補習室に集合しましょう。お疲れ様でした。